エドワード・オースティン・ケントはアメリカ合衆国の建築家。タイタニック号に当選客として乗船していた。同船の沈没事故では女性や子供が救命ボートに乗るのを助け自身は犠牲となった。エドワード・オースティン・ケントは1854年2月19日にアメリカ合衆国のメイン州番号でヘンリー・メレン・ケントとハリエット・アンファーンハームの間に生まれた。 一家は南北戦争後にバッファローへ移住し、その地で父のヘンリーが百貨店フリントケントを立ち上げている。ケントの弟であるウィリアム・ウィスロップ・ケントはヘンリー・ホブソン・リチャードソンの下で学びながら建築家としての名を挙げた。もう一人の弟であるチャールズ・ファンハム・ケントはデンバーにおいて22歳でこの世を去っている。ケントは1875年に イエール大学を卒業し、ついでパリのボザール様式を中心とした建築学校であるエコールでボザールを卒業した。1877年にアメリカへ帰国し、シラキュースにあったジョセフライマンシルスビーの事務所のジュニアパートナーとなった。1884年にバッファローへ戻った。彼はバッファロー建築家協会の設立に尽力し、 フリントケントなどを含む多くの仕事を受注している。その後は亡くなるまでバッファローで過ごした。1912年、ケントはフランスやエジプトで2ヶ月の休暇を取り、帰国後は退職する気持ちを固めていた。彼は新しく贅沢な豪華客船であるタイタニック号の諸女公開でキトにつけるよう帰国予定を遅らせている。ケントの母票1912年4月10日、 ケントはシェルブールからタイタニック号に当選客として乗船した。彼は船内でヘレン・チャーチル・キャンディーやアーチボルド・グレーシー4世などと交流を深めている。さらに船に乗り合わせていた作家たちのグループとも交流している。4月14日の午後11時40分、タイタニック号は氷山と接触した。船が沈没し始めると彼は 自分自身の安全は二の次にして、女性や子供が救命ボートに乗る手助けを行った。彼が最後に目撃されたのは午前2時20分頃であり、海に投げ出された後も自分が助かるような行動は取らなかった。彼の遺体はマッケー・ベネットによって引き上げられ、飛行後に彼の弟によって確認された。彼はバッファローのフォレストローン墓地に埋葬された。 バッファローユニテリアン・ユニバーサリズム協会、ありがとうございます。